序盤に、バッティスタ・ピアッツェッタは、イタリア・バロック後期ロココ初期のベネツィア派の画家。ジャンバッティスタ・ピアッツェッタとも呼ばれ、ピアッツェッタとも表記される。ベネツィアに生まれ、闇派のアントーニオをモリナーリに支持。その後ボローニャに移り、ジュゼッペ・マリア・クレスピなどの影響を受けた。1710年頃ベネツィアに戻り、以後死ぬまで同地で制作を続けた。明暗表現を効果的に活かした。 劇的で躍動感あふれる画風で一家をなし、当時停滞していたベネツィア派の復興に力があった。初期のティエポロも彼の影響を受けているが、後にピアチェッタ自身がティエポロ流の明るい画風を取り入れている。軽快で洗練された筆致、音楽な色彩感覚は、ロココの先駆としても評価される。聖ドミニクスの栄光、聖フランチェスコの包悦など、 宗教画に優れた作品が多いが、女占い師など独特の史上を称えた風俗画や素描にも持ち味を発揮した。1750年、ベネツィアに新設された絵画アカデミーの院長に任命された。ありがとうございます。